ゃん、おこんちゃすくです。回転ハント、続きやっていきます。現在は第3層の祠の主の人食いザメと対決するために、ゴミ拾いをしてこいって言われたところです。なので、ゴミを探しに行かなくちゃいけないっぽい。探すぞ。こっちに行けばいいのかな。おぉ!すげえゴミいっぱいある。お金を払って解放しますか。ゴミを拾うのに1万5000円払わなくちゃいけないのかよ。まあ、しょうがない。どんな理由だよ。このお魚さんたちにお金を払って拾ってもらったってことかな?よし、先進もう。わあ、いい!すげえまでいっぱいあるじゃん!お金払って拾ってもらったのにまだあるのかよ!いや、汚っ!これは拾いがいがありそうだぜ!よし、じゃあ拾ってこう。11個拾わなくちゃいけないみたい。ゴミを拾った。ああ、ゴミを拾おう。ゴミを拾おう。うわ、拾おう。拾いまくろう。ゴミを拾う人生だぜ。これここの住民たちが捨てたんかな。ひどいね。でも人食いザメが怖くてこっちまで掃除に来れてないとか言ってたからね。しょうがないっちゃしょうがないのか。よし、これで全部?お?ふい、これで全部か?だいぶ綺麗になったんだぜ。そんじゃ祠に報告に戻ろうぜ。はい。なんか土管が気になるんだけど。これ開けていい?なんだろう、ここ。壊れた土管。もしかしたらストーリーに関係ないのかな?え、なんだここ。原始人みたいなやつがいる。原住民の方。俺、魚、食う。はい。なんだ?お前、変な見た目。お前もな。お前、どこから来た?陸から。しりとりするか?魚、波、水、ズワイガニ、にってなんだよ。ニシキアナゴ。俺の負け。これ、やる。やったー!原始人ダイビングセットも渡された。やった、もらった。装備しようぜ。こんなことあるんだ。え、どれどれ?原始人セット。頭どれだ?あった!え、一番下なんだけど。もしかしてめっちゃ貴重?体も一番下か?これ一番下だ。森はそのままか。亀吉は?亀吉はさすがに原始人スタイルないか。オッケー。やったー。原始人になったぜ。イエーイ。あ、背中に魚背負ってる。面白。あ、魚がいる。見たことない魚。戦おう。うわー、真ん中穴開いてるタイプね。はい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 。よっ、くそ!よっ、イエーイ。よっ、イエーイ。よっ、なあ!よっ、よっしゃ!よっ、倒した!七夕魚。七夕は知ってるぜ。願いを込めた人手を玄関に飾るお祭りだろ?え、違う?人手かわいそう。飾られちゃう。まあ、生きてる人手じゃないか。もう、死んでカチカチになったやつかな。お、報告しに行こう。ご苦労だった。何も言わずともわかる。その汚れた姿。一生懸命にゴミ拾いをしてくれたのだな。え、原始人の格好になっただけですけど。ありがとう。本当に助かったぞ。こいつはご褒美だ。ポペッチわかめ味をもらった。やったね。うおー、ポペッチだ。これ食べてみたかったんだよな。それを食ったら HP が回復するから。お腹が空いた時にでも使ってくれ。やったね。お前たちのような心の清らかなものこそ。主様と戦うのにふさわしい。さあ、通るがよい。やったー!今回さ、ライバルのタカラはまだここの人食いザメとは戦ってないのか。ってことはさっき越したぞ。やったぜ。おお、出てこい、人食いザメ。こっちか。いた。え、会話できんの?うわー!こわ。人食いザメ!ギザギザの牙にでっけえフカヒレ。やっぱ怖えんだぜ。そうだね。そんなにビビらないでおくれよ。喋った。え?うう、
僕、ホオジロザメだけど、人なんか食べたことないんだよ。やっぱそうか。基本、お魚しか食べないし、それに、なんなら、ここの主になってから、菜食主義に興味出てきたし、ワカメばっか食ってんのじゃ。なのにみんな、僕の見た目が怖いからって、勝手に人食いザメとか呼んでるんだ。そうだったのか。なんか、どんまい。微妙な慰めが一番傷つくんだよ。贅沢言うな。って、あれ？そこの君、前に会ったことあるような。お前潜水艇ドカンドカンやったよな。なんでだよ、あれは。あれ？どこで会ったんだっけ？潜水艦。そうだ、潜水艦。そうだった、あんたスクの潜水艦、襲ったんだろ？許せねえんだぜ。違うんだよ。海をお散歩している時に、たまたま、君が乗っている潜水艦を見つけて、君の潜水艦、エンジンが壊れかけていたから、教えてあげようと思って追いかけたら、びっくりさせちゃったんだよ。そりゃそうだろ。こんなでっかいサメに追いかけられたらビビるわ。あの時はごめんね。許す。なんだよ、そんな理由だったのか。因縁の相手なんかじゃなかったんだぜ。ごめんな、俺。あんたの噂だけ聞いて、勝手に怖えやつだって勘違いしてた。いや、絶対みんなそう思うよ。いいんだよ。僕の見た目が怖いのは本当だし。会話が続かない。会話が持たないんだよ。戦おうぜ。あんまり誰かと会話することってないから、何を話したらいいかわかんないんだよ。あわわわわわわ。あ、そうだ。君たちは僕とバトルしに来たんだよね。そうだそうだ。それじゃ僕、一応主だから、君のハントの実力見極めさせてもらおうね。戦うのとかあんまり好きじゃないけど、主のお仕事だから仕方ないよね。準備ができたら話しかけてくれる。話長えな、こいつ。もういいよ、戦おうぜ。準備できちゃったの？いいよ。わかった。バトル開始だよ。うわ、真ん中穴開いてるタイプか。レベル48、手加減しないよとか言ってる。うわー、ちょっと待って。いやー、全然外した。やばい。いやー、むずい。やばい。ちょっと待って。こいつ思ったより、軌道が外側行くからむずい。ほっ。よっ。うーげ。んーな。かわー。ダメだ、こりゃ。広告見ないとダメだ。よし、復活。うわ、まだちょっとしか減らせてねえじゃん。いいよ。んーよっ。なーいよっか。やばい。やばすぎる。やべ、サメめっちゃ強い。なー、ちょっと待って。俺が下手すぎんのか、これは。ちょっと待って。いや、めっちゃむずい。うわー、ちょっと待って。もう、また広告かよ。やべ、強すぎる。よっ。なあマジ？うん、やばい、ちょっと待って、もうマジむずい。すげえさ、大回りするんだよ。だから、タイミングがなんか狂うんだよね、今までの魚のペースだと。やばい。もうやばい。やばすぎる。うわー、また広告かー。よし、また回復したけど、まだ半分も減ってねえ、マジか。むずすぎる。コンサメ、よっしゃ。なあコンサメ強すぎ。待って、マジでむーずい。おっしゃ。惜しい。ほっ。ほっ。あ、違う。ほっ。よっしゃ。ここだ。惜しい。ガー、やばい、外した。また広告。もうあとちょっと、あとちょっとだ、頑張れ。なあ、くそー。嘘なの。なんで俺はこんなに下手なんだ。もうちょい。よっしゃ。うわっ、ちょっと待って。やばい。もう。もうあとミリだったのに。よっ。すげえ危なかった今。うお、でっけえホオジロザメ。3匹目の主取ったぞ。迫力あるぜ。いや、強すぎ。ちょっと動画撮ってない時にレベル上げとくわ。すごい。悔しいけど、僕の負けだよ。いや、こっちの負けだよ、絶対。
広告何回見たと思ってんだ。君はとっても強いんだね。あの、これ、強い人にあげるスタンプ、君にもあげるね。うわ、やっと3個目。めっちゃ大変だ。主スタンプをもらった。ひゃっ、おい、誰だ？あ、さっきの見るだか粒だか？ここが祠か、初めて入った。あんた、なんでここに？あ、ちゃんと祠守さんに許可はもらったよ。ここまで来れたから、試練は半分合格だ。主様への面会ぐらいは許可してやろう。ええー、何それずる。って言われた、えへへ。祠の警備って意外とザルなんだな。ねえねえ、人食いザメはもうハントしたの？人食いザメじゃないよ。え、そのサメが人食いザメ？なんか思ったより弱々しいね。ガーン。まあ、今倒したしな。見るー！これは粒の方かな。わあ、粒、腰治ったの？さっきよりは良くなりました。それより見る。危ないでしょ？祠には人食いザメが。人食いザメじゃないってば。って、ああ、人食いザメ！ブクブクブク。気絶した。粒立ち泳ぎしたまんま泡吹いて気絶してる。ははははは、器用だな。ドンマイなんだぜ。お、カフェに全員集合だ。あ、粒起きた。見るじゃないですか。ここは一体。はぁ、やっと目を覚ましたんだぜ。急に気絶するからびっくりしたんだぜ。あれ、亀吉くんに、スクタくん。それに、この子たちのお友達のアコヤです。いや、町長だけどね。あ、こんにちは。ここはカフェ道草？もう、つぶ、いつまでぼーっとしてんの。ねえねえ、その子も記憶が曖昧みたいだし、祠で何があったか詳しく教えてちょうだい。いいよ、実はさ、なるほど、つまり人食いザメなんていなかったわけね。そんな、では私たち村人はずっと勘違いを。まあでもしょうがないんじゃない？おじろザメめっちゃ怖えもん、見た目。そういうことだよね。主さんめっちゃかわいそうだったよ。村の人から勘違いされて誰も祠の掃除にも来ないし、目の前で粒に泡吹いて気絶されるし、僕めっちゃいたたまれない気持ちになったよ。たまには祠周りの掃除くらいしに来てもいいかもしれませんね。賛成です。そうしよう。村のみんなで掃除に行こう。うふふ、素敵ね。主さんの誤解が解けてよかったわ。スクタさんたちも人を見かけで判断しちゃダメよ。サメは人じゃねえけどな。主さんは人じゃないけど同じツッコミしちゃった。勉強になったぜ。な、スクタ？のボタンしかないっすけど。はい。さてと、それじゃあ私は旅行の続きと行こうかしら。あ、じゃあまたどっかで会うかもね。他にもたくさん行きたい場所があるの。そうなんだ。スクタさん、またどこかで出会ったら、その時はよろしくね。はい。うふふ、それじゃあ。どうせすぐ会いそうだな。ほんじゃ、俺らもそろそろ行くか。スクタくん、亀吉くん、この度は本当にお世話になりました。せっかく友達になったんだから、また会いに来てね。またね。じゃあな、もう迷子になるんじゃねえぜ。海底3層はあらかた回ったから次は海底4層だな。次はどんなお魚に会えるかワクワクするぜ。オッケー。よっしゃ、行こうぜ。海底3層の主に勝利したので、奇世界カプセルにアイテムが追加されました。そうなんだ。さっさと第4層行っちゃおう。第4層ってどこだっけ？ここでいいのかな？うわー、ちょっと待って、見たことない敵がいっぱいいる。戦おう。むずい。
むず。むずすぎなんだけど。わ、すげえ綺麗な魚。住みつき殿様だい。お殿様、お許しを、なんてな。よし、この葉っぱみたいなやつ、その顔。ちょ、みんな真ん中穴開いてんな。むずいんだけど。ちょー、もう。ういー。よいしょーい。やった。茶色い葉っぱドラゴンだ。ウィーディーシードラゴン。枯葉みたいな飾りにわびさびを感じるぜ。そうだね、風流だね。あれ、海底第4層ってこっちでいいんだっけ？合ってるっぽいかな。あ、3万。ちょっと待って、お金全然ない。俺6000しかない。あれ、海底第4層ってどこ？あ、そっちか。じゃあジャンプしよう。よし、来たぞ。前回もここ来て追い返されたんだよね。まだお前主倒してないだろうって怒られたんだよね、ここの森仙人に。あ、どいてる。ささささ、サブ！なんだこの霊気、まるで冷蔵庫みたいなんだぜ。どうやら海底4層の方からすごい霊気が来てるみたいだぜ。海底4層は極寒の海域っぽいな。このままの格好で行ったら俺ら、カチカチに凍っちまうんだぜ。え、この格好じゃダメなの？誰か来た。わあ、人魚のメイトだ。ふんふんふん。どこにいるの？私の王子様。え、人魚もめっちゃ薄着じゃない？ワカメの森の中、暗い洞窟の中。どこにいても、きっと見つけるわ。通ってったけど。あいつ、主倒したことあんのか？あ、今通ったのメイトさんじゃねえか？ほら、コーラルシティでチャラそうな奴に絡まれてて、俺たちが華麗に助けてあげた人魚のお姉さんだぜ。てか、あんな寒そうな格好でよくこの先に進めるな。俺らはどっかで寒さ対策ができるアイテムでも手に入れなきゃ進めそうにないんだぜ。え、この格好じゃダメなの？あ、こやだ。あら？亀吉くんにスクタさん。やっぱすぐ会った。アコヤさん。こんなとこで会うなんて奇遇なんだぜ。うふふ、本当ね。私今から海底4層にある極寒の町に旅行に行くのよ。そうなのか。でもそんな格好で寒くねえのか？ふふん、寒くないわ。秘密兵器があるんだもの。秘密兵器？うふふ、これよ。じゃじゃーん、ポカポカか色。くれよ。これはにぎやか市場から取り寄せたの。でも町長の権力を使って無理言って取り寄せたから、そう簡単には手に入れられないかもしれないわね。なるほど。海底一層のにぎやか市場か。確かにあそこならいろんな人や商品が集まるもんな。行ってみる価値ありそうだぜ。サンキューだぜ、アコヤさん。いいえ、それじゃあ私は海底四層の観光を楽しんでくるわ。またね。くれねえのかい。まあ情報はくれたけどね。おし、そんじゃ俺らは海底一層に戻ってにぎやか市場で回路を手に入れようぜ。はーい。ジャンプできんのかな？ここではできないけど。ちょっともう、ここでやりとりしないでさ、ここの前に教えてくれよって感じなんだけど。ここ戻るのだる。ジャンプ。海底一層の、あったあったあった、にぎやか市場。ここだね。よし、来たぞ。着いたぜ、にぎやか市場だ。市場がたくさんあるから、どっかに回路も置いてあるだろう。片っ端から市場の人に声かけてみようぜ。はい。この並んでるところは？今日もいいお買い物ができたな。俺この店大好きなんだよ。お客さん、ありがとうございます。お客が少ないからさ、買いやすいんだよね。お客さん！こっちめっちゃ並んでる。あ、待って、ここじゃない？もう売ってるところすぐ分かっちゃう。イベント印がついてるから。怪しいばあさん。あんたたち、何かお探しだね。え、なんで分かったんだぜ？いえ、
いやいや、それぐらいお見通しさね。うちは他にはない珍しい商品を扱っているよ。その分対価は高くつくけどね。いやいやいや、今お金あんまないんだよな。あ、怪しいんだぜ。でも一応聞いてみるか。あ、ナバーちゃん、俺ら極寒の海でも平気で泳げるようなポカポカするアイテムを探してるんだぜ。いえいえいえ、もちろんあるさね。このポカポカ回路なんてどうだい。おお、まさにそれが欲しかったやつ。それだ、それ売ってくればあちゃん。いえいえ、簡単には渡せんさね。言うたろ、対価は高くつくとね。いえいえいえ、金ならある、おらよ。金なんかいらないよ、私はそんなものよりも。ええ、何、若者に無理難題を押し付けて困らせるのが好きなのさ。なんて悪趣味な、なんて性格の悪いばあちゃんなんだぜ。ここから東に進んだら隠された海域がある。そこに真っ赤な目をした幻の魚がいるという噂なのさ。その魚をあんたがハントできたら、この回路を渡してやってもいいさね。金だ、金で買わせろ。あんたは金の方じゃかい？いくら持ってるのか知らんがえ。心が貧しければいくら裕福でも意味がない。私はそう思うけどね、あんたはどうさね。こんな怪しいばあちゃんに悟されちまったぜ。つくた、おとなしく幻のお魚を探そうぜ。まあどれだけお金を積まれてもポカポカ回路は渡せんさ。さっさと諦めて幻のお魚をハントしに出発するがいいさね。もう一度言うが、隠された海域は東だよ。オッケー、じゃあ行くか。まあお金そんな持ってないしね、今。っていうか通れないし、金足りなくて通れない。ちょっとじゃあ今回はここでやめとくかな。お金稼いでここの岩をどけるところから続きをやっていこうと思います。次も見てもいいよっていう人はいいねボタンを押して応援してってください。次回お楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。金足りなかった。